皆さんこんばんは、チャンマンこと森岡優でーす。緊張分お久しぶりです。皆さんお元気ですか？元気。あ、よかった。今からですね、緊張分のオープニングテーマが流れている間にこのスケッチブックに書いてある文を暗記したいと思います。なんと、サイト。それではミュージックスタート。ペッペッペッ。今週も元気に始まりました。ということで、チャンマン、さっき暗記した言葉をね、一言も間違えずに言ってみたいと思います。うん、はい、わー、マジで。チャンマン、ちょっと待って、少々。オッケー。なんだよこれ。昨日の夜ご飯何食べた？今日やめて。チェシーの。はい、元気。はい、では行きますよ。それでは暗記の答え合わせどうぞ。はい、みんな注目。画面の左上にあるバナーをクリックするとジムの公式サイトに飛ぶことができるよ。そしてそして右、どっちでしたっけ、右下ぐらいのハートをクリックするとお気に入り登録することができるよ。そして左、どこ、左上らへんの、どっかにある鳥さんマークをクリックすると、この金ジェムを、ツイートすることができるよ。はい、みんな約束じゃない。みんな忘れずにしてね。約束だよ。ちょ、待ってよ。違うの。間違えるのはね、人間だからちょっとしょうがないかなって途中思ったの。思ったよね。できるよ。大丈夫だよってね、途中ブリック入るの。次大変嫌だ。かわいさね、カットアウトしてるよね、これ。ね。違う。でも、でも伝えたいことは伝えましたよね。でも、いやでも惜しかった。嘘。ジムの、はい、みんな注目。画面の左上にあるバナーをクリックすると、ジムの公式大サイト、ジャンプすることができます。そして、右上。そう。右上か。今マークを押すと、お気に入り登録ができるので、まだの人はすぐに押してください。はい。そして、画面下の、そうね。画面下だったのね。画面下。ね。番組のことツイートできるので、良い子のみんなどんどん拡散してね、ハートで約束だよ。でも最後いいですよね。なんか雰囲気、ニュアンス合ってるからすごいなと思った。 ありがとう。いやみんな拍手。ちょっと待ってダメだよ、そんな甘やかした。だってさ、金ジャムだよ。ね、金ジャムだよ。あ、そうです、ね。じゃあさ、結構自信あるみたいから、ゆうきちゃんに今度やってもらう。あ、そうだよ。じゃあ、これやろう、ゆうき。だってさ、違うでしょ。金ジャムはさ、何この手。金ジャムはさ、何、助けてます。金ジャム、ちょっと静かにして。金ジャムはさ、チャレンジする番組じゃん。で、チャンマンはさ、得意分野でチャレンジしたわけじゃん。間違えるのはしょうがないよ、うん、なぜちょっと自分可愛いかな的な感じでさ、途中やったかな。いやいや、ハートマークついてたからね、そういうことかなと思ってた。できるよ。スペシャルゲストたくさん来てるよ。あれ、あ、間違えたのにスペシャルゲストたくさん。ありがとうございました。じゃあチャンマン、え、お約束のさ、チャンマンの一発ギャグ。一発ギャグ、なんで。みんな見たいよね。見たい。見たいよ。一発ギャグやることによってみんなツイート拡散してくれる。あー、そうか、うん、そのために私はここで今チャンマンが一発ゲーしてるよって皆さん書いてください。
拡散して呼んできてからだよね。そうだね、珍しいよね、私が一発ギャグする。そうだよ、うん、何する珍しいよ。271人の人が見てるから。そう、そうだよ。うわえ、うわ一発ギャグ。そう、じゃあ321でいきますよ。321でやるよ。じゃあモノマネするよ。モノマネするよ。モノマネするよ。いいの。いいよ。じゃあいきますよ。何アイコンタクト。何アイコンタクト。いきますよ。じゃあチャンマンの一発ギャグまで3、2、1。ピテピテピテ。痛い痛い。ダメだよ、助けを求めたら。はい、それでは森岡優の一発ギャグリベンジまで3、2、1。テテテテテ。なんで同じか。違う、やめよう。笑いも知らないことがどうしたらいいかな。なんかちょっと目線合わせてきて、あの私がボーちゃんのモノマネできるか、多分クレヨンしんちゃんのなんてひまわりひまわりの真似をしてるよってことをちょっと分かりやすくするためにいろんなのをちょっと引きずられたんやけど、あかんね、なんかなんかあかんね、つけたほうがいい。いやいや、ララちゃん面白かった。あの一発ギャグって言ってんのにモノマネを自信持ってするあたりもちょっと、ね、あ違うの、うん、一発ギャグとモノマネ違うの、名前が違うでしょ、もうモノマネのグループ。いやじゃあちょっと手直してみてください。奥、はいはい、はい、ということでまずは改めて私たちの自己紹介に行きたいと思います、うん、はい、じゃあジェブのグループ紹介を。ララちゃん、はい、はい、私たちジェブはAPEX 初となるアイドル専門レーベルアイドルストリートからスーパーガールズチーキーパレードに続く第3弾ユニットになっています。私たちはアイドルの枠を飛び越えてアーティストさをさらに歌もダンスも追求していって、そのアイドル界でナンバーワンのパフォーマンス集団になれるように頑張ってる10人組のグループです。はい、頑張ります。頑張ります。今日はその中の5人で放送していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ一人ずつ自己紹介していきたいと思います。じゃあちょっと続いちゃうけど、ララチンから。はいはい、マイジムエメラルドの16歳。ははい、マイジムエメラルドの17歳。大阪府出身、村上ラナです。はい、いまだに誕生日から1月14日から、うん、結構今日は3月27日で2ヶ月くらい経ってるんですけど、そうだね、なかなか自分を17歳だと思わずに思えず、うんうん、自己紹介で16歳って言っちゃうので。結構言ってるよね。そうなんです。ライブでもいつも言っちゃうから、ね、うん、そう意識していこうと思います。はい、お願いします。はい、マイジムアレキサンドライト、17歳の愛知県出身、小栗加子です。さっきのチャーマン の, あの暗記すごいなと思いました。お、個人的にもう多分1行目で自分はねできないから、まあ拍手ありがとうございます。以上です。ありがとう、かこち。まあ全部切れてるかもしれない。はい、はい、マイジムのスタールビー、16歳福井県出身の武田真彩です。長めに切りすぎてちょっとリリーシーマイクが見えてるんですけど、今日は上目遣いで一日過ごしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。あ、北陸の宝石って。ああ、嬉しい。でもさ、そのさ自己紹介の画面私今見てびっくりしたよ。宝石とかもうみんな出してないし、ね、北陸の宝石やったけど、ちょっと綺麗にして。そうそうそう、ホントだ。はい、マイジムストリーン、18歳、福岡県出身の森岡優です。はい、さっきはダダ滑り、滑りもせずごめんなさいでございますけど、ちょっと、面白いことができるように頑張ろうと思います。よろしくお願いします。頑張って。頑張る。はい、マイジムアメジスト北海道出身、リーダーの金沢ゆきです。イエーイ。はい、じゃあ今日もみんな最後の金曜日、違う。やめてやめて、続けよ銀ちゃん。分忘れない。違う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 。え、皆さんここだけの話、今日ゆきちゃん金ちゃんの T シャツ忘れたんですよ。そうなんですよ。そうだよ。そう、それでなんであるかっていうと、あのいつもジェムを愛してくださっているスタッフさんが私物でたまたま持ってて、うん、やばー、怖いよね。でお借りしたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで、おかげで出れました。感謝。はい、ということで、はい、今週も頑張っていきましょう。頑張ろう。お願いします。はい、ということで今日は以上の5人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして番組終了前にランキングを読み上げた際に1位だった今週の方には、今週はこちらの
ポストカードにサインとメッセージを書いてプレゼントしたいと思います。イエイ春、はい、皆さんぜひ1位を目指してください。ということで金ジェム44回目もみんなで楽しんでいきましょう。イエーイ。あ、サインもあるよ。 あるよ、はい、で後で、はい、こっちに今日の面白かった出来事とかをメッセージで書いていけたらなと思いますので、うん、面白い言葉言ってね、みんな。はい、頑張るよ。残していこう。てててて、なしよ、なし、はい、いけるかな、思った。なしなしなし。はい、ということで、はい、3月に、最後の夏ももうすぐで終わりで4月に入ろうとしているんですけども、はい、まあ、卒業式シーズンでね、うん、ジェムからはチャパーが無事、はい、高校を卒業しました。おめでとうございます。おめはい、でちゃんが卒業式前はね、はい、なんかもう私この流れでいくと絶対泣かないわって言ってたんだけど、おめでとうってコメント。ありがとうございます。ありがとう。でも結果どうだったの？結果は、そう、泣かないって言ってたけど、言ってたよね、うん、あ、泣いたよね。泣いた泣いた。でもなんか当時ってあるじゃないですか、なんか生徒代表の子が先生たちに向けて、先生とかお母さん両親に向けてこういう文章を言ってる時に、あのそのこういろいろ、まあこういうことがあったよねとかいうくだりの最後らへんに、改めてお母さんお父さんありがとうみたいなことを言ってくれてて、でその時に改めて、あ、お母さんが来てくれてたんですけど、なんか改めてこの高校3年間で、まあ、東京に上京したりとかいろいろあって、なんか本当に支えてもらったなとか思い出した途端に、うん、もうボロ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 泣いてて、うん、でなんか泣いてるのを見られるのが恥ずかしいから、うん、もうこうやってこう静かにこう、こう拭ったらバレるじゃないですか、うん、だからこう拭わずに、うん、垂れ流し、ね、垂れ流しだったんですけど、後ろにお母さんいた状況ね。そう、そういて、だって今泣きそうになっちゃったんだけど、いやなんかね、本当に泣かないと思ってたんですよ、うん、でも実際泣いた。いや、卒業式だね。雰囲気もあるしね。そう。ジャンマンはさ、中学の卒業式？中学の卒業式あったね。でもそうなの、あのその今書いてくださった方だと思うんだけど、あの卒業式が終わった後にライブあったじゃないですか。で握手会の時に、高校卒業おめでとうじゃなくて、なんか小学校卒業おめでとうとか、やったじゃん、次中学校だねとかめっちゃ言われて、よかったみたいな、うん、えやったじゃん、ね、やったよ、おめでとう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 。でもさ、チャンマンは高校卒業したら大学、そうですね、大学行きます私、おめでとう、はい、すごい。でもなんか両立できるってかっこいいよね。いやでも、でもまだ分かんないから、やっぱ高校と大学ってやっぱ全然違ったりするから、でも頑張って両立したいなって思っております。はい、頑張れ、頑張れ、頑張れ、どうもありがとう。まあでも卒業式はね、誰もが通る道だからね。ゆなちゃんでも通ったもんね、うん、私でも通った。なんかないの思い出。私マジで中学校の卒業式が悲しすぎて、1ヶ月は本当に引っ張った。長いじゃん、1ヶ月なんだから。卒業式より、卒業式もめっちゃ泣いたの、卒業式よりその1週間後から来た、なんか、うん、そのなんだろう、次の次の次の新しい友達じゃん。あのね、卒業式はそう、なんかまだ会える気がしてて、でまだ学校にも行く感じがしてて、でもそれがなくなった途端、いや本当に終わりなんだと思って。で私は小学校中学校ってメンバーが一緒なの、うん、あ、そうなんだ。だからなおさらずっと一緒にいたメンバーが違うのがすっごい悲しかったのと、あと中学校3年生のクラスが本当に最高だったの、うん、先生が史上最強に最高で、いいね、そうだからその先生が作り上げたそのクラスっていうのがもう本当にたまんなくって、それがなくなった瞬間、ああもう一人だみたいな。え、じゃあ逆に何で立ち直ったの？高校入学して、でまた入学したらさ、それはそれでさ、なんか違うくなるじゃん、環境が、ね、新しい友達、ちょっとまたそれでちょっと思い返すの、中学校に戻りたいなっていうのを思ってて、で
それからかな、それからちょっとしてからもう、はい、あれちゃん、ゆうきちゃん自身は、うん、自分が卒業したってことを1週間、うん、ちょっとあんまり気づいてなかったじゃん、それだけで1週間後に、あ、それは卒業したって、鈍かったね、そうそう、鈍かったね、入学できたのかっていうコメントあったらしいよ、なんだなんだゆうきにでしょ、ゆうきにでしょ、高校に入学した、うん、でもなんか噂によるとゆうきちゃんは中学校やったっけ、うん、中学校と高校の時めっちゃ頭良かったらしい、うん、そうだっけ、信じられないよね、そう、ね、あのスタッフともええって言ってたあのね、そうなのよね、なんかいつしか何かがあったんよね、ね、ちょっと何か置いてきて、何か置いてきてしまったそうだね、そう、拾ってあげよう、そういう話もね、あるね、あとね、そう、先生って大事やな、大事、だからもう中学校の卒業の時になんか毎年その中学校が恒例としてなんか先生に卒業式終わった後にそのクラスが一クラスしかなくて、あ、少ないんだ、で、3年間一緒からその一クラスがその卒業式終わった後に階段のところで先生に向けてなんか一つ芸をするみたいな、で、私たちは歌を歌ったんやけど、うん、先生に向けて歌を歌って、なんか替え歌で歌を歌って、うん、なんかそういうのが続いていってる今、うん、いいね、あ、東京タワー来た、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ヒットさん、ヒットさんありがとう、ありがとう、ヒットさん嬉しい、あの、私今年の文化祭で、うん、その結構あまりクラスがまとまってなくて、うん、ああ、そうなんだ、その文化祭で優勝しちゃったの、うん、いいじゃん、まあ、思いがけずお化け式やったんだけど、うん、優勝しちゃって、うん、もうクラスのみんなもびっくりして、うん、で先生もびっくりしてて、うん、で普段そんな表情とかあまり見せないのね、笑顔とかも、うんうん、なのにみんな集めて喋り出したら泣き始めて、先生が、そう、それに感動して、そこからもうクラス一致団結してる、みんなも泣いてさ、先生はね、先生は本当に大事だよね、でも私、うん、中学校の卒業式、うん、寝坊した、え、いいたよ、途中参加、いたよ、いや、なんでいいんだよ、ね、たまにいるの、え、マジで、ホントに遅刻魔なの、遅刻魔なの、じゃあなんか、え、じゃあ中学校の時は、うん、その日だけだった、うん、卒業式の日に、高校卒業式、そう、ね、お母さんは起きてない、一人だったから、ああ、そっかそっか、いやでもね、本当にね、学年に一人はいるんだよね、なんかみんなさ、泣いてる後にさ、そう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 、そうそうそう、今どれ辺でみたいな、めっちゃ焦っていった、顔真っ赤になって、今どれ辺でもう冷やされてどれ辺で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 どれ、だんだん出来上がってきてんで、最後のさ、最後の効果みたいな、そうね、作り上げてってる、なんか一人だけ温度差違うから、みんな一人でも違う、今日地球じゃない、今日地球は違う、ガチで焦ったの、そう、ガチで焦って起きた時に8時10分とかさ、だから私その前の日になんかもうあの仕事だったんだけど、そのまま寝ちゃって、だから髪の毛とかもその時ポニーテールだったんですけど、もうポニーテールで巻きなんですけども、急いで水道でここだけ流して、やばーやばーい、走ってやばー、だからちょっとそんなグレーテル系じゃなくて、うん、初めて、そっか、もうゼロか、そう、その時、え、そうだよ、そうだよ、そうだ、初めて知った、じゃあ、ね、ね、そう、中学校、サラちゃん、サラちゃんの次に、サラちゃんもやばいね、サラちゃんもやばかった、サラちゃん、なんだっけ、ウェイトリッシュ、ウェイトリッシュ、やばいよ、やばいね、そう、ここの毛先だけね、巻いてるところだけ、葉っぱないって言って、やばいね、みんな青春してるね、いろいろあるね。ね、いろいろある卒業式ですが、はい、ここで一つだけ、あの春といえばね、今、はい、アイドルストリート検定2015が開催中でございます、はい、そうですね、はい、こちらはですね、あのアイドルストリートが行うですね、アイドルストリートに関する問題が出される検定なんですけども、はい、こちら3月の31日までということで、あと11日と残りわずかになっています。でこれを受けるとですね、はい、まず合格すると全員にオリジナルのピンバッジがプレゼントされます、はい、そしてですね、ガールズストリートエキスポ2015にですね、うん、優先順位で前の方で、優先的に、ね、優先的に、あ、優先的に前の方でライブが見られたりします。かこちゃんとメモしたから一回、バッチリ、私もメモした、私もメモしてるんだから、任せよ、任せよ、任せよ、任せる、
え、任せた。で、いいよ。いいよ。あ、もう言った、そう、だから、なんか優先順位が、あれっていうのは、その初級の人と中級の人で、その座れる位置が、自分の席をゲットする位置が。これ、ちょっとメモしたの。私もメモしたなので、皆さん、ぜひぜひ、あと11日あるので、1回30分でできるので、行きしなとか、塾とかの行きしなとか、何かの行きしなとかで時間があるときにぜひ皆さん受験してみてください。お願いします。ステージに一番近いのは中級受けた方が一番近く見れます。頑張ろう。中級はこの後ですね。そうです。まだ今まだぜひ3月31までですので、はい、メンバーも受けていますので皆さん一緒に、はい、行きました。行きましょう。イエーイ、イエーイ。はい、ということで早速ですね、チャレンジコーナーに行きたいと思います。はい、今日のチャレンジはこちら。題して、チャンマン卒業記念、チャンマンの新生活の親並みに親並みだっけ、親並みだっけ、もう一回、もう一回今日のチャレンジコーナーはこちら。題して、じゃじゃん、チャンマン高校卒業記念、チャンマンの新生活のお悩みに一番いいアドバイスをできるのは誰だ、チャレンジ。イエーイ。なんかありがとう、みんな危ない、マジみんなありがとう。お悩みって言いにくい、お悩みって言いにくい。はい、ということで、はい、高校を卒業したばかりのチャンマン、はい、新生活を迎えるにあたっていろいろ心配事や不安なこともあるかと思います。 そこで今からチャンマンと他のメンバーがそれぞれ1対1の2人きりになってチャンマンのお悩みにアドバイスをしていきたいと思います。チャンマンには全員に同じ相談をしてもらい、相談中他のメンバーは部屋の外に出てもらいます。1人約4分ずつチャンマンの相談に乗り、最後に放送をご覧の皆さんに誰のアドバイスに従ったらいいかを投票していただき、チャンマンには1位になったメンバーのアドバイスに従ってもらいますというメンバーのお悩みにどれだけいいアドバイスができるかというチャレンジになっています。みんな自信ありますか？あります。ありがとうございます。はい、嬉しい。新生活もね、新たな環境って不安なこともあるよね。そうね、はい、そうなんですよ、はい。まあ、大学にも入学が決まったし、うん、やっぱりね、悩みありますね。ありますか？あります、あります。ちょっと頼んでいい？お、じゃあ願いしたい。いきますか？じゃあ、はい、どういう順番でいきますか？二人きりになるみたいな。そうか、くじ引いちゃう？くじありますか？くじ、くじあるみたいです。あります。どんなし、あれでしょうか？ポッコツアイしといた方がいいよっていうか、なんでよ。なんで？どんな、誰が一番良さそうな質問す、間違った、相談に乗れると思いますか？なにちゃんも誰が分かる？じゃあゆきちゃんが聞く？そうね、あるから。あ、どうする？みんなでバッて隠す、うん、バッてみんな、いいよ、みんな順番で、なんでよ、どうしたらいいの？バーって持ったら一緒。あ、そうです。一緒や、ごめんじゃん、一緒や。はい、低い式になって最後で、じゃあ、はい、一斉ので、一斉ので、ちょっと待ってよ。2番。何もしてないじゃん。なんだよ、何もしてないじゃん。じゃあ私からいきます。はい、じゃあ私たちを出ていきます。あ、そうじゃん、うちら、ほらほらほら、よしよしよし、同じね。同じのお悩み。そう、同じお悩み、お悩みなんですよね。いや、1番、一番ですよ。みんな忘れちゃうでしょ、絶対。はい、どんどん。はい、じゃあみんなが退出したということで。はい。いいですか？はい、何ですか？どんなお悩みですか？実はなんですけど、はい、まあ、今に始まったことじゃないんですけど、うん、私、朝が本当に起きることができなくて、うん、で本当にやっぱり遅刻とかできないじゃないですか、大学も、うんうん、だから朝どうやったら起きれるかなっていうのを4時熟語で、え4時熟語で、嘘、4時熟語でということでした。マジ、マジか、うん、マジ聞いてないんだけど。みんなそれ、みんながみんなそれ、みんなそれ、四字熟語で、あ、四字熟語ですよね。四字熟語で。そしたら起きれますかね。もう、いや、それはですね、起きれなくて全然。分かりましたよ。はい、朝起きれないと、うん。そもそも四字熟語知らないんじゃないですか。分かる。漢字四つ並べればいいんだよね。違う違う。あ、そうそうか。それでいいんだ。いや、本当に。そうだね。どうしたらいいんだろう。なんかさ、うん、朝ってやっぱりシャキッとしたいじゃん。シャキッとしたい。シャキッとしたい思いをさ伝えてて、うん、いや本当に起きれなくて、シャキッとしたい思いというか、この間も3度寝しちゃって、
お母さんに怒られちゃったんで、あ、待って、質問が来たんですけど、うん、何を専攻するかっていうのは英文学、英文学科に行きます。英語が好きなので。漢字わかんないそれやばいじゃん、四字熟語だから。はい、じゃあ、はい、朝はシャキッとしたいわけですよ。はい、でやっぱり朝顔洗うのもよしだけど、うん、じゃん、おすすめするのは顔面雑巾です。顔面雑巾だけど、やっぱ朝起きてすぐに顔面に、逆だった、やばい、顔面に雑巾をね垂らせば嫌でも起きるじゃん。ちょっと待って、雑巾じゃないから、こういう状態、おはよう雑巾、よく汚いってさ、絶対さ人間的に飛び上がると思うの。ちょっと待って、雑巾じゃないから、この雑、何でしたか、金が分かる、雑だよ、問題は雑だよ、雑だよ、雑巾。待って、みんなどう思う、ほら怖い怖いって書かれてるやん、コメント一気に減らないで。この感じ分かってる、どういう意味か。うん、雑、違う、雑だけど、殺菌なんで、殺菌、ちょっと顔面、そんな感じで顔面雑巾ですよ。やばい、汚い、やばい、多分。お掃除もその前日にお掃除をしてつけ抜いて、朝寝て朝起きて顔面雑巾して、やっぱり起きなきゃってなるから。雑巾の感じ分かってる、雑巾ってね、あれ、あ、ちょっとみんな誰か雑巾ってちょっと売ってくれません、コメント。みんなさ聞いてるから、壁にさ耳当ててさ、ほら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 、怖い。あとでね、これちょっとね調べた方がいい、この感じのこと。はい、わかりました。あ、でも本当にちょっと、あ、雑巾ですね。はい、ということで顔面雑巾でおきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ朝起きてください。ありがとう、はい、ありがとうね。なんだよ、自粛状況。いやー、すごい、なんなのあの人インパクト強すぎる。あ、ラナチンお願いします。はい、ありがとうございます。どうも、こんにちは。こんにちは、大丈夫、大丈夫すごい、すごい、あのですね、お悩みなんですけど、はい、私朝がですね、うん、起きれなくて、うん、やっぱ大学ってなると遅刻できなかったりするじゃん、うん、入学式とかさ寝坊しちゃったらさ、うん、大変じゃんか、うん、だから朝ちゃんとシャキッと起きれる方法知りたいな、うん、お、それを四字熟語でお願いします。はぁ、はぁ、四字熟語って何？でもなんかね、なんで、とりあえず漢字を4つ書いてみたいな感じで。お願いします。なんか、そう、さっきの勇気にはね、漢字が書けないっていう事故があったから。そうなんですよ。あ、いいリアクションだなってよ、さっきのリアクション、ななち。あ、出す今必死に書いてるそうなんですよね。え、皆さん逆に起きれますか？はい、来た。あ、来た。音量最高。おお、あ、これなんとなくわかる。え、でもなんか、はい、目覚ましやと、うん、そのなんかピピピピっていう、うん、なんか人って同じ音をずっと聞いてると雑音とみなして、あまりもう自分の中に入れないようにできるらしいねって。知らなかった。だからそのピピピピとかがずっと鳴ってると、うん、最初はまあなんかうるさいなと思うけど、うん、後々慣れていってそのまま寝ちゃうパターンがあるんです、うん、めっちゃわかります。だからこれは、まあ、雑音にならんように、うん、まずテレビをオンタイマーにするね。なるほどね。タイマー設定して、なるほど、でその起きたい時間7時とかに、うんうんうん、7時やったら7時間後みたいな感じで設定して、うんうんうん、超音量最大にして、うん、でなんかうるさそうな番組を設定して、うん、でやったらその7時に、なんかおはようございますみたいな、元気ですかみたいな感じでテレビが言うから、私がわっしゃーって起きる。わっしゃーって起きる、うん、でもやったことないからやってほしいなっていう。多分これね、ゆうきりのと比べたらもう全然すごく素敵やったー、すごく素敵。え、ありがとう、なんかすっきりしたわ。ブッシャーって起きる、ブッシャーって起きる、うん、ありがとう、ななちん。音量最高、音量最高、はい、いいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。これだよね、求めてるのはこれだよ。何さっきの雑巾って、ちょっとさっきの雑巾ちょっとよくわかんない。そうなんですよ。あ、来た来たよ。あ、この子もちょっと怖いよ、何が来るかわかんない。ヤッホーマヤ、ヤッホー、ヤッヤ、私の相談に乗ってくれる？嫌だ。私朝が本当に起きれなくて、ちょっとやっぱりさ、朝起きれないとさ遅刻しちゃうかもじゃん。では入学式さ、遅刻したりしたらさ大丈夫？入学式遅刻したりしたら大変じゃん。だから朝起きれる方法を知りたいんだけど、四字熟語でお願いします。四字熟語？四字熟語ね。ちょっとね、マーヤはねこの悩みすごく分かってくれそう。分かるよね、マーヤ。ん？悩むよね、朝起きれない。悩まない。悩まないんだ。むしろ悩まない。なんだか楽しそうって書いて、いつもこんな感じです、マーヤとか一緒におるときね。
あ、やばい、なんか変なの来そうだぞ。変なの来そうだぞ。変なの来そうだぞ。ちょっと怖いぞ。え、みんな起きれるんですか、逆に皆さん。起きれるのかな。朝は楽しく寝る。やっぱり、うん、あれよ、あの寝たい時に寝なきゃ、うん、もう起きれない。そうか、そうだよね。朝は楽しく、うん、本当は卒業式の日、うん、起きようと思った、うん、だけど、うん、一回起きた、一回起きた。でも、うん、9時までに入ればいける。うん、なるほどね。だから、うん、そのそんな集合なんて全部早めに書かれてるだけだから、うん、自分なりに、うん、あの9時だって思えば、うん、9時なの。思い込んじゃえばいいな。あの世界は自分中心に動いてるから。あ、なるほどね。あ、世界はこう回ってる感じで。そう、あ、なるほど。うまくいくの。うまくいくんだ。途中から入ってもそれがヒーローになるの。なるほど。そう、わかる。途中から入りました、うん、友達できます。友達がいっぱいできるんです、それで。すごいね。あの、ちなみに聞いていい、うん、四字熟語って知ってる？わかんない。ありがとうございます。ありがとう。あの、マヤとね、企画して友達いっぱい作るんだよ。なるほど。いや、マヤと話してたらハッピーになれるね。いいね。世界平和、なんか、うん、叶っちゃいそうな感じですね。いやー、四字熟語でもなんでもない。あ、ありがとうございます。どうもどうも、こんにちは。どうもあ、どっちでもいいよ。ちょっと私の相談に乗ってくれる？いいよ。あのさ、私さ、朝が起きれなくて。知ってる。知ってる？だって高校の時さ、遅刻するんだよ。後半やばかったよ。だって本当に、あの、何？担任の先生から、うん、あの、最後のメッセージで眠り姫って書かれてた。本当に寝てたよ。本当に。でもさ、うん、やっぱ大学に入るわけじゃないですか。うん、だったらさ、やっぱしっかりしないとじゃん。シャキッとしないとじゃん。 うん、だからやっぱり起きなきゃダメだなと思って、うん、だからちょっと起きれる方法をね、四字熟語で知りたいんですよ。は？四字熟語。え？四字熟語方法？方法。あ、でもなんていうか、漢字を4つ並べればいいんですよ。え？本当に？うん、どうしたらいいんだろうね。漢字じゃなきゃダメ？四字熟語は漢字4つで、それで理由を言うみたいな。あー、オッケーオッケー。ほんと、どうしたらいいんだろう。そう、そうなんだよね。高校の時も言われてて、うん、起きなさいみたいなね。何回遅刻しようしたかな、うん、なんだっけな。うん、漢字大丈夫ね。漢字でしょ。うん、漢字漢字。え、今考えてる。漢字出てこない、うん。授業中も寝てたのってありました、私コメント。そうですね、授業中は寝てた時もあったかな、はい、でも頑張りました。はい、ありがとうございます。オリジナル作った。これは意味は、読み方も。カイキクッケ。カキクッケ。カイキクッケ。あのね、はいはい、聞いて、この間、はいはい、あ、説明します、うん、この間テレビ見てたら、はい、あのアプリがあって、うん、その起きれるためのアプリみたいなのあるみたいで、うん、そんなのアプリはまず買う。なるほど。あ、なるほどね。買う。そして起きる。起きる。でね、そのアプリすごいのがあって、うん、その寝てる間の、うん、あ、寝言、うん、録音できるんだって。なんで？チャンマそういうの好きでしょ。好き。チャンマ、チャンマどんな？私寝言すごいらしい。そう、過去もすごいみたいだから気になってるの。え、わかる。気になる、確かに。アプリ買う。はい、起きる。これ何？これ漢字？オッケー。英語ね。ちょっと、英語、あと一文字が出てこなかったから。オッケーね。オッケーをこう合体してなんか丸切り。回帰クッケー。なるほどね。回帰クッケー。なるほどね。このアプリ。アプリゲート。あ、でも。そのアプリ本当に起きるみたいで、うんうんうん、そのなんかこの周波数あるじゃん、あるある、それの浅い時に起こしてくれる、うんうん、レムとかノンレムとか。そうそうそう。そんなのあるんだ。そう、怪奇クッケー。これもでもいいアドバイス、ありがとうございます。イエーイ。ちょっとすっきりした。そう、私すごいみたいで、この間ね、寝ながら笑ってたらしくて。いや、笑ってそう。ジュリンちゃんに言われた。笑ってそう。じゃあちょっとカゴチンまで教えてもらうと、お悩み相談したところで、皆さん、おいで、おいで。みんな、え、できた、みんなこれ。できたよ。できたよ。できたよ。これ本当に。できたよ。できたよ。できたよ。はい。みんなで、みんなの。ということで、はい。投票に移りたいと思います。はい。じゃあ、チャンマンは誰のアドバイスを聞いたらいいと思いますか、チャレン。皆さんです。投票をスタートしたいと思います。はい。番号。番号、さっきの番号。え、でも面白い。なるほどね。じゃ
なるほどなって思うの結構あったよ。頭の良さが出るやつがこれ。うん、それでは、うん、あ、1番から。じゃあなんて答えたか発表だから。あ、そういうこと、うん、みんな答え返してる。あの、みんな聞いて、すごいよ。だってさ、大体さ、え、本当にさ、みんなに同じ質問した、うん、本当にみんなに同じ質問した。だってさ、相談っていう意味を分かってないでしょ。それは思う、うんうん、それは分かる、うん、はい、じゃん、顔面雑巾です。顔面雑巾ね、ゾウの感じに注目して、ゾウの感じ。やばい、私ダメだよこれ。ダメだよ、書いちゃダメでしょこれ。やばいよね。今村上奈々が、はい、どこに書いてる。音量最高って言いました。うまい。音量最高。これうまいよね。これ最高。うまい。これいいなと思った。です。画面だけどういう意味？分かってるでしょ。え、これマヤ？はい。これマヤ。マヤ。そう、マヤこれ。え、これやばい。読むじゃないじゃん。3番の私は、はい。朝は楽しく寝る。どういうこと？マヤ四字熟語じゃない。朝は楽しく寝ちゃダメでしょ。とらわれちゃダメ。ダメだね。じゃあ4番。カイキクッケ。え？これもなかなかね。何オリジナルで作った。そうだよ。でもこれはでもアドバイス的にはすごいなるほどと思った。はい、じゃあ、うん、皆さんぜひどの人の相談に乗ったらいいか投票お願いします。うん、せーの、よーい、スタート。いや、顔面上級いいでしょ。だってでもダメだよそれ。書いちゃう。感じ感じ。朝からさ、ダメ。ねえ、感じ。朝からさ、雑巾かぶったら嫌でしょ。嫌だよ。嫌だけど、そもそも漢字の問題だし。漢字とかだってさ、そんな漢字でしょ。誰が相談で四字熟語を聞くのさ。意味わかんない。いや、それ私じゃないから。一番。分かってる。ファンの人に頼んでます。一番だよ。私関係ない。一番。だってさ、朝起きてさ、顔面にさ、雑巾あったら嫌でしょ。みんな嫌だ。確かに嫌だでしょ。あ、すごいすごい。締め切りまで5、4、3、2、1、終了。ディディーン、ディ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 。これ投票壊れてるかもしれない。じゃあ投票、やばい、じゃあいきます。はい、じゃあ一番少なかった票は画面雑巾。最高最高。そして2番目に少なかったのがなんとかくって。あや、お前さ、ないのに負けてるんだけど。だから3倍ぐらいよ。え、どういうこと。 1,2,3,4 しかいないのにさ。えぇ、やばい、5倍に負けた。うわぁ、やばい、誰、誰ですか。だから4つしかないじゃん。そう、4つで終わりなの。でも5があるから。5まで、しかも5に負けてる。なんだろ、やばい、勇気ちゃん。意味が分かんない。だから5個ないじゃん、投票のやつが。まあ後で、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 3番目、次で、3位は、はい、4番の人、カイキクッケだ。カイキクッケ、カイキクッケ。でもこれね、良かった。イエーイ。なるほどと思いました。次、3番の、あ、夜は楽しく寝るから。朝は楽しく寝る。そして、1位が、音量最高。え、これ気になる。いや、これだね。確かに。後で聞きます。うん、はい、ということで、はい、じゃあ試してね。試します。はい、試す、はい。はい、ということで結果は1位だったラナチンの音量最高でした。はい、ありがとうございます。3番はラナチンのアドバイスに従ってください。頑張ります。はい、誰が1位だと思った？ちなみに。あ、でもラナチンがカコチンかなと思った。なんで？いや、いや頑張らないとダメなんですよ。そうだよ。ね、顔面雑巾はちょっとね、どっちがそもそもだから嫌でしょ。だって、いや、嫌だけど、でしょ、今度やってあげる。友達になれるんだ。後でやってきたら。そうね、友達みたいな。3番の家に行けない。お泊りに行って雑巾を顔の上に乗せてあげる。じゃあ入ってください。はい、ということで、はい、以上、ちゃんまん高校卒業記念、ちゃんまんの新生活のお悩みに一番いいアドバイスをできるのは誰チャレンジでした。イエーイ、ありがとうございました。どうもどうも、ありがとうございます皆さん。はい、ということで、ここから私たちからのお知らせがあります。はい、じゃあまず明日のことからいきますね。はい、お願いします。はい、じゃじゃーん、明日はジャムスペシャルライブ。明日3月21日イオンモール土浦さんにてライブを行いたいと思います。はい、1回目は13時から、そして2回目は15時半からを予定しています。ぜひ、あの、茨城県のイオンモール土浦にお越しください。無料でーす。お待ちします。はい、観覧無料だから、ね、そう、観覧無料、うん、そして、ジェムライブメクスチャー2015ステップフォワードが、4月25日に、名古屋ボトムラインにて行われるのと、そして5月16日に
大阪の梅田赤楚にて、行われます単独ライブです。これは SPC と、ヤフーチケットが先着先行受付中なので、皆さんぜひチケットお願いします。お願いします。今回の受付で、投資チケットの販売が最後なんですけれども、3月23日の23時59分までなので、皆さんあともう少しなのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてじゃん、ジャムライブミクスチャー2015セカンドステージが秋葉カルチャーズ劇場にて行います。次は3月の27日に行います。こちらですね、今まで5回の公演を行ってきていまして、この3月27日は集大成としまして、ファンの皆さんからやってほしい曲をアンケートしたり、みんなで作り上げていくラスト公演になっています。ぜひお越しください。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、ということでライブもたくさんあるので、はい、他の情報はホームページやブログ、ツイッターをチェックしてください。お願いします。ということで、はい、ここで感謝の気持ちを込めまして13位の方からお名前をお呼びしたいと思います。はい、なおパソコンのラグなどでランキングが変動していても、今から私たちがお呼びした方が該当しますのでご了承ください。そして今からお名前をお呼びした際に1位だった方に、こちらの私たちのサイン、そして後で書きますメッセージ入りのポストカードをプレゼントしたいと思います。では13位の方から発表したいと思います。はい、いきますよ。13位はせーの、まんまるさん、おめでとうございま す。そして12位はせーの、だるきねこさん、ありがとうございます。そして11位いきますよ。誰か飲むと、せーの、ニクさん、ありがとうございま す。そして10位は、せーの、ヒカヒカさん、ありがとうございます。そして9位は、せーの、モンゴーさん、ありがとうございます。そして8位は、せーの、キムさん、ありがとうございます。そして7位は、せーの、ベンジャミンさん、ありがとうございます。そして6位は、せーの、ミスポンさん、ありがとうございます。そして5位いきます。せーの、ジョークさん、ありがとうございます。そして4位いきます。せーの、ライシさん、ありがとうございます。そして3位いきます。せーの、カンさん、ありがとうございます。そして2位いきます。せーの、ジョートさん、うどんさん、うどんさん、すいません、うどんさん、ありがとうございます。うどんさん、ごめんね。せー、落ち着いて、落ち着くね、落ち着いて。それでは1いきます。せーの、ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさん、おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、それでは当選されたヒットさんにはこのままログインした状態でホームの画面のお問い合わせページから当選したことをお知らせください。運営からのお返事があるまでは今のニックネームを変えないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒットさんにはこちらを後でメッセージいっぱい書いてお送りしたいと思います。顔面送金も絶対書きます。いくわよ、はい、書かないよ。皆さん今夜もたくさんのギフトやコメントありがとうございました。ありがとうございました。それではまたまた金曜日に集まりましょう、はい、集まる、はい、そして顔面雑巾やってみてください。いやだ、いやです。以上、ミア GM ジェムでした。バイバイ、またね、またね、ありがとう、じゃあおめでとう、ありがとう、ありがとうございます。